こんにちは、アッサンです。最近ウッドショックで材料が値上がりし、ブツブツ言いながらホームセンターから帰ってきました。今回このキッチンを完成させることで1階部屋すべての下地が仕上がります。まず買ってきた根太に水性アリシス、防擬塗料ですね、を塗ります。苦手な匂いなので外で塗りましたが、外で見るとなかなか色綺麗ですね。この部屋の段差は42ミリなので、30ミリの根太と12ミリの合板で高さが揃います。1日経って防擬塗料が乾いたので、はみ出た根太をカットして仮置きします。この後すぐビス打ちと行きたいところですが、このキッチンはくせ者で奥に向けて傾いているので、床を水平にしないといけません。そんな時に使うのがこれ、ボッシュの水平レーザー機です。照射すると水平ラインを出してくれます。高さの基準となるところを基準点として、どれだけ下がっているか数値を出していきます。この部屋の基準点はここになります。一番奥の角はなんと42ミリも下がっていました。この根太の下に調整材を乗せていきます。下がっている高さを測るときは、必ず上の根太を下の根太に押し当てながら測らないといけません。ではどんどん数値を測っていきます。調整材は太めの端材を使いました。デンノコで作ったのですが、慣れてミリ単位まできっちり合った調整材が作れるようになりました。このように調整材を敷いて根太を水平にします。ビスを打つときは上の根太を踏みながら、もしくは押し当てながらビスを打たなければいけません。上の根太が浮いた状態でビスを打つと高さがずれてきます。ラワン合板を仮置きして、端が根太に半分乗る位置で固定します。ではどんどん調整材を挟んで固定していきたいと思います。時間がかかりましたが、なんとかできました。調整材はこんな感じです。ちゃんと水平を出してくれました。
ではどんどん断熱材、スタイロフォームを挟み込めていきます。隙間なくぎゅうぎゅうに設置していきます。次に気密テープでスタイロフォームの隙間を貼り付けていきます。ラワン合板を乗せて根太が通っているところにビス打ちです。これでようやく床になりました。天井に取り掛かります。ロックウールをタッカー、ホッチキスみたいなもので貼り付けていきます。次に石膏ボード 9.5 ミリを貼り付けていきます。最後に石膏ボード 12.5 ミリをタイムラプスでどんどん貼り付けていきます。古い混合水栓を外したら配管も錆びていたので、また後日交換したいと思います。この辺りにはまた上からキッチンパネルを貼り付けることになります。コンセントの穴や換気扇の穴など何度も調整をしました。1階の下地が完成しました。1階の和室だったところは天井の高さが低く、天井骨組み、のぶちやのぶち受けを作り直しました。床はもともと畳が引いてあった分、かなり高さを上げないといけなかったので苦労しました。隣の部屋と壁の位置も違ったので、窓枠を自作して壁を少し前に出しました。隣の部屋の天井の高さと合わさっています。天井の高さが揃っているととても一体感があって気持ちがいいです。おしゃれなエジソンランプの照明も取り付けました。このように床の高さも合っています。壁の中に蜂の巣があったりしましたが、断熱材を入れて隙間はなくなりました。傾いていたキッチンの床も水平になり、高さも合わさりました。壁だったところも柱と筋交いを残し塗装予定です。
今回の動画は以上となります。次回もどんどん綺麗にしていきたいと思います。では。